はい、店長武蔵チャンネルでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっとこんな暗い中で何やってるんだって感じですけど、GP キムコの GP125、ちょっとですね、なんか乗りたくなってですね、ちょっと走ってきました。はい、それで今20キロぐらいですかね。19キロ。やっぱ寒いんですけど、まあ、ちょっとねいたずらしてありますんで、ナックルエンジンは切りますか、はい、ね、ナックルバイザーそしてグリップヒーター、グリップヒーターでも使って なかったですけど、うん、でも全然ちょっと手袋ね、分厚い手袋、電熱が入ってるタイプなんですけど、まあ、それはちょっとつなぐとこがないんで使ってないですけど、はい、それあとやっぱりナックルバイザーあるんであったかいですよね。てか寒くない。さあ、そんな GP125 ですけどね、ちょっとですね、リアボックスはねないんでね、こんな感じであれなんですけど、これね楽しい、うん、楽しいなんですかね、やっぱりこう上質とかね、こうなんか乗っててこうなんとも言えないこうどのこうのとかそういうんじゃないんですよ。そういうやっぱり上質さとかはないんですけど、ただ乗ってね非常に楽しい。うん、やっぱりコイルベースが短いっていうのと、あとやっぱり前後遠いインチなんで不安定、ひらひらしてる、そういうところがいいんですよね。だからおそらくアドレス V125 に通じるものがあるんじゃないかと私は勝手に思います。車が自販機がねいっぱいあるところなので、来ておりますが、はい、こんな感じです。で、これをね、そういったことを考えているわけではないわけでございますが、はい、ただそうは言ってもね、実際にこの寒空乗りたくなって乗ってきてしまうのでなかなかないですよね。例えば PCX うちになってね、あ、ちょっと乗りたいな。でいいのはね、回転ちょっと上げるとこう走り出すんですよ。そう、こうワッて回転上がってガッて加速するよりもちょっとやっぱり車体が軽いからそういうセッティングになってるんじゃないかと思うんですけど、軽くね、でそっから先はちょっとワッと上がりますけど、そのあたりも、うん、最初の開け始めのつながりっていうのはいいですよね、はい、さあそんな GP でございますが、はい、うん、楽しいなんかでもミニバイクに通じる感じがありますよね、うん、大きいやつもとかね、質がどうとかそういうのもいいんですけど、やっぱりこの辺りのバイク、スクーターって楽しいですよね。そんなことをですね、ちょっとこの寒空乗って感心しながらですね、ここまで来ました、はい、あともう帰りますけどねまだだからこんなつなげたままステップ出ない、はい、そんなところでございます。はい、でこちらですね、あ、ヘッドライトね、やっぱりこう真っ暗なところだともう少し明るい方がいいですかね。ちょっと怖いちょっと怖いですね、あの田んぼ道で前水に見えないところで一応ハイビームにするんですけど、やっぱ車のような明るさではないので若干怖い。いきなりカーブがあって、あっ！っていう知らない道だと、はい、一瞬やばいっていうことがありましたが、はい、でこちら試乗できますので、もしねよろしければうちに来ていただいて、試乗していただければと思います。はい、キムコの GP125 こちらですと、ね、試乗しましたので簡単にお話をさせていただきました。店長おもらしチャンネル、ありがとうございます。失礼します。